第24回冬季オリンピック大会が2月4日から20日まで中国の北京で開催されます。体育所の所長代理を兼務する教育部の林東光次長が19日選手団の団長に国旗と中華オリンピック委員会旗を授与しました。台湾はこれまですでに4人の選手が出場権を獲得しました。女子スピードスケートの高育亭選手、龍樹女子一人乗りの林金陽選手、アルペンスキー女子の李文義選手、男子の柯平英選手らが出場します。台湾は熱帯と亜熱帯にあるため、ウィンタースポーツの競技に参加するにはあらゆる方面においてなかなか簡単ではない。就在不久之前，整个我们参赛的选手。中华奥林匹克委员会的林高道主席は、少し前までは何人出場できるかわからなかった。最終的に複数の選手が参加できてよかったと喜びました。林東光所長代理は代表団に台湾元5万元の奨励金を手渡しました。林東光所長代理によりますと、これまで冬季オリンピック大会に参加する台湾選手は多くなかったため、政府高官もあまり関連イベントに出席しません。今回も例年のように政府の代表者を派遣せず、代わりに中華オリンピック委員会が代表団を率いて中国大陸に向かいます。林東光所長代理は、選手たちが中立を保って全力で良い成績を勝ち取るよう激励しました。なお、世界で新型コロナの感染が再拡大していることを受け、選手団の後方支援チームは選手たちのために感染防止対策グッズを十分に用意しています。選手たちのスキーウェア、スポーツウェアなどの装備も公開されました。選手団は1月25日から台湾、スイス、アメリカなどからそれぞれ北京に向かう予定です。